はっちゃん頑張るよ、はっちゃん頑張るよ、はっちゃん頑張る、はっちゃん頑張る、はっちゃん頑張るよ。レッツエンジェロメン、誰もがみんなマットギガスの炎を超熱戦、超熱戦、この体突き当てるまでもやって、ウェルカムたち裸のためなんて関係ないぜ。バーセイバーセイ、この腕ちぎれるまでは走る段階の勇気、折れない心と我らの勇気、やるならガチが当たり前だろ。 We are Seventh TV。新潟県は新潟市でございます。スロットザップ武雄県にてバロスのレッジ、この店は並び順で僕が117番でした。常連さん曰く番長3ならワンチャン空いてるっていうことをおっしゃってました。では入場です。ちなみに初めてですね、スロットザップ武雄店は期待してます。ワンゲームのテッタの時は強かったらしい。せいやは無論無理、マドツーも全体無理、R2もう前代無理、マジハロすら無理、なんだこれ、絆2が打たんぜ、外転すら無理だ、やっちまったな。はい、俺たちとは俺流のうちっぷりをアピールすることである、故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。おはようございます、セブンズ TV メンバー人間体感機ワロスです。本日はスロットザップ武雄店、初めて来ました。大取り大失敗しました。1万円目、あれこんな台だったっけ、これ俺が知らない台っぽいな、これやっぱり俺が知ってる GO ではないな、新しいやつだ。ライオン、よし、これで10個、何が起きるか分かんないけど、おお、ダッチで獣ロワイヤルっていうチャンスゾーンかな、敵全体撃破でエティ相手が30ビールドック、ああ当てろってことね、失敗。挟んでやります。そらそうだ、何もできてないもんね。で終わりと。天井844ゲーム、投資がね、インパチ。すごい。純増6枚の AT。100枚くらいね、パッて出てくれれば問題ない、パッてね。ライ様、え、赤7、あ、昔のやつだこれ。妖光機の中央だ、あ、いいね、目押しの練習というかね、いいね、楽しい。外れ、びっくり、外れ、これは残念。え、終わり、え、終わり、ラスト頼む、うわ、かなり無駄な時間を過ごしてしまいました。大移動します、ダイス明かします。いや、ずーっとねぐるぐる回ってるんだけど、マジハロマドツ AOR2 ずーっとね満台で、ブロンセイントセイヤこんだけ台数あってフル稼働、番長3も開くことを知らない、そんな中選んだのが割と揉んでるような方が多い、明らか死んでますよっていう方が少ない絆つ、この台を打っていきたいと思います。これで頑張ります。
ハッチさん頑張るよ。投資インパチの持ちコイン184枚、何も焦りもない。141ゲームギリギリ持ちコイン。バジリスクチャンス。こっちに逃げてと。え？ありえんこと起き出したよ。おいこ。弱すぎる。何も起きることなく3万円目。あのね、焦ってる。まずいよこれは。はい、44ゲーム。奇数っぽいね、ランプ青。もう当たると思いませんでした。投資22本、今日初めてのバジリスクタイム、泣かせちゃいました。いきます、源之助バジリスクタイム。まだ投資はそこまで行ってないんだけど、動画的に大丈夫なんこれ。ダメ感半端だな。怪しき気配なんで打ちます。1っぽい、2じゃない、勝手かな。ノラだ、よかった。114ゲームありがとうございます。はい、今日2回目の BT、 ケンロスケバジリスクタイム。さあ行きましょう。単発は勘弁してくれ。66もらった。ナイト OK。単発回避。また来てたんだ。青い色。しかし46。歌変わった。はい、3セット目。もはや互いの血で語るのみじゃ。互いの血で語るのみじゃ。継続確定じゃ。はい、なんと4セット目。ここで終わりか。終わっちまうのか。ベルで何とかしたい。巻物めちゃくちゃ引く、めちゃくちゃダメかな、弱い。あー残念、終わっちゃいました。505枚、残念。では参りましょう。他の空き台見てくるわ。ちょっとこれはね、良くない。惰性ですな、良くない。いやしいですけど、隣の方が良さげなんで隣打ちます。あのやっぱり絆ね、全体的にいいわ。未だに凱旋制や窓つ、AO、R2、前代フル稼働。でもね、全体的に出玉がついているのは絆2なんですよ。だからこの移動はね、絶対に楽しい。持ってきたコインが576枚。パックボール、うーん関係なし。よし、2回目の BC で当選いたしました。当選でちゃいますか。バジリスクタイム。ウェッシュフ
ット初のパシフィックで目指していいですか。あれ負ける。これまでじゃ剣之介違う。押すしかないぞ。それでしまい。やばいわ、これは悔しいわ。何がバチキッズ攻めだよ。2個点灯を逃しました。最悪だ。うわ、舐め切ってんじゃん。舐めリスクタイム入ったわ。では参りましょう。ダメ、まあ、ダメだよね。ハマったな。367ゲームめっちゃきつーだ。コーラでかな。確定出るわ。666。あー、そう来た。よかった。3回目の BC 持ちコイン100枚くらいいきます。いきますけ。おお、66。合格あり。重い。はい、全のまれ。きついまして、何も起きないし、いや、やばいよ、稼働も高いし、もう3時だよ、開店から6時間、きついまして、外の空気、吸ってきます、マジきつい。一旦外の空気を吸わないと、頭おかしくなりそうだったんで、一旦出てきました。で、稼働落ちないね、きついわ。ただね、動画にせんとあかんからね、やばいよ。なんか夕立があったっぽくて、すげえムシムシしてるわ。もう天気すらね、俺に向いてくれないわ。新潟の方あったかいんだよね。俺がもう死んだわとか言ってもさ、応援してますからって感じで、差し入れもめちゃめちゃ多いもんね。すごい量もらってるわ、ありがたい。はい、新潟県民の後押しを受け凱旋にやってきました。この台こんな感じ、完璧な低設定稼働、マイナス7万円くらいかな。やるときやるっていうところを見せるしかないから。で、絆2は若干の期待値を残して移動しました。あれはもう新潟県民にあげます。2万3000円目さあどうなることやら。僕がね、後ろを向いてね、カメラをね、上に上げないことを祈ってください。リップ3連早いね。まだ打ち始めて1000円。ナイス、リップ4連。これがゴッドハンド。我が名はブロスグンダル。いきます。とりあえず G ストップ早い。この立ち上がりは異常。エグザイン7プッシュ。なったらこんなん、うわ、ようこの状態でバラバラにしたわ。 V サイン、もう残り3回 V サイン V サインで7、8点プレーするわ。バイラスト。2000円で当たりました。一発プチューンしちゃえばバックリ確定。
頑張ったね。全のマレッス無理だ。あのね、無理やり低設定の外線打ってもしょうがないわ。別にハマってるわけでもないし、たまたまだけど中段キナナとか右上がりキナナすんげえふんだんに引けて、ヒップ3連2回引いてうんともすんとも言わねえんだ。いくら YouTube といえどよくないよ。無理打ちしたくない。いやマジでお金の無駄。これで打ち続けるのは。店内状況いきます。この番長3の角可動2がいいらしい。さらに逆サイの番長3が絶頂2回7分の2で入っていて、もう設定後ってこともおっしゃってました。おめでとうございます。このタラバン2が角3、角2、角がいい感じ。この台セイントラッシュ6回だけどどうなんだろうね。やめられてますね。でこの窓数がもう明らかに設定6の挙動らしい。今まだ1500枚だけど、もう数字は全て設定6ってことをおっしゃってました。一軒窓数そこそこ窓数で、マジハロが全台3台ずっとね稼働があるような状態。マジハロ5は設定通り出ないから分かんないけど、まあ、ずっと打たれてるんで何かしら根拠があるのかなって感じ。やっぱり絆2もずっと稼働があって、この方はもうすぐ3000枚、この方なんかは4200枚出ております。あ、ありがとうございます。素晴らしいデータだ。この方は休憩中と。ゆっくり休んでください。この花花鳳凰が3500枚、子役を数えられながら打たれております。この方も子役カウンター使われながら2700枚出ております。グレートキング花花おめでとうございます。俺は中央でこうなりたかったんだよな。おめでとうございます。でこの飛行伝の方が1万枚出そうです。はい、お疲れ様でした。いやね、クソ回でしたね。いや、超クソ回でしたね。はい、スロットはね、どうしようもならないってことがね、多々ある。見てる方も思うと思うんですけど、まあ、僕少なからず特定日だったりそういう日に行けてるんで、まだチャンスはあるんですけど、もうね、基本的にはね、どうにもならん。まあ、しゃあないね。しゃあないというか申し訳ない。見せ場ってこっから見せ場作るってね、エンディングでかなり難しいよね。あの、負けたのにチャンピオンっていうね。ダメダメか。ちょっとじゃあお話しします。最近あった僕の嫌だったこと、まあ、嫌っていうほどでもないんだけど、僕家族にこの YouTube やってるってことを言ってなくて、僕の家族パチンコスロットやらない、 YouTube とか特に見ないっていう特殊な人間なんで、特殊人間だけで、まあだからセブンズ TV 始めて5年半くらいですかね。定期的に会いますけど、正月とか。別にバレそうな雰囲気はなかったんですけど、姉から急に LINE 来て、旦那がパチンコスロット番組のバロスって人が似てるって言うんだよね。え、これってっていう LINE 来たんですよ。僕ですっていう。でも両親、親父を袋には言わないでねっていう風に LINE しました。両親にバレたくないっていうわけじゃないんだけど、ね、好きなことツイートしたりとか、ションベン飲んだりとか、まあ、10万近く突っ込んでる、これ一番もうすごい大金をぶっ込んでるっていうところを両親に見られたくない。うん、シンプルに。それでどうこう言われたくもないし、でもし仮にだよ、もし仮に両親にバレちまったら、もうね、黒バラ軍団のめっちゃ負けるバージョンみたいな動画になっちゃうよ。嫌じゃんね。俺がね、スーツ着てデータ機見て普通にお金突っ込んで普通に負けてお疲れ様でしたみたいな、嫌じゃん。僕の同級生のゆとりとかジャンバリのパン君とかは親は知ってるらしいね。まあツイッターも見るし、スタッフなんか親もそうだけど、おばあちゃんだったり親戚も見てるらしいからね。俺ね、親戚の集まりで「えワロスくんじゃん!」とかなったら「うん、帰ります」って普通に言うわ。ってなことがありました。といった感じでつけてるこちら。遊びに来てくれた方にはステッカーを配りしております。ぜひもらいに来てください。どうする、姉の旦那がね遊びに来たらステッカーくださいっつって、
帰りますっていうわけといった感じもあります。いやークソ会だったな、超クソ会、超クソ会、お前どうすんだと。そういうクソ会を繰り返してると誰も見にくくなるぞ。もう見ねえけどグッドボタン押すわっていう方はグッドボタン押してくださいといった感じでね、次回はねクソ会と言わずにね神会とも言わない中間くらいの普通会上がると思いますので次回もご視聴お願いします。ではお疲れ様でした。じゃあね。